二階ベランダを望む泉布館は大阪市北区にある歴史的建造物。大川沿いに位置する大阪府に現存する最古の洋風建築である。国の重要文化財に指定されている。1871年に造幣料の応接所として建設された。設計者はトーマス・ウォートルス。完成の翌年に明治天皇が行幸し、貨幣を意味する。 泉布と館を意味する館から泉布館と命名。明治天皇自身も3回も訪れ、皇族や外国の要人を数多く迎えた。1917年には大阪市に移管され、1956年には国の重要文化財に指定された。1962年から1964年には保存のために補修工事が施された。 大阪市は2010年度よりふるさと納税の寄付金を原資として外観補修や庭園整備を行い、2013年3月29日から31日に3年ぶりに内部が公開され、同年4月15日より外観の常時公開が行われている。また、敷地内に隣接する旧桜宮公会堂では民間活力を利用し、 2013年4月15日よりパーティーレストラン旧桜宮公会堂として一般に公開されている。国産のレンガ作りの2階建てでベランダ頃にあるという形式。建物の外周にはトスカナ式の花崗岩の円柱を立てる。内装も美しく天井が高くシャンデリアが設置されている。2階の部屋には楕円形の暖炉が設置されていて、 床にはタイル張りのように見えるペンキで描かれた市松模様がある。また、玉座の間もある。なお、トイレは推薦式だった。現在の部屋の内装は1908年に施されたものが残っている。建物外観は常時公開。内部公開は例年3月に3日間程度のみで事前申し込み制である。報道発表資料重要文化財。 泉布館を一般公開します。大阪市。2018年3月25日閲覧。大阪市報道発表資料重要文化財、泉布館の再生、活用に取り組みます。2010年2月18日。大阪市報道発表資料、泉布館地区旧桜宮公会堂の活用事業予定者を変更します。2012年2月10日。 重要文化財、泉ぬの館を一般公開します。ハット j r お出かけネット、大阪市総合コールセンター。ありがとうございます。